が届きました。すごい量ですね。いや皆さん、セブンナウって知ってますか？はい、今日はセブンナウで爆買い。はい、まあ、セブンイレブンが新しく宅配デリバリーアプリを始めたんですよ。その名もセブンナウ。まあまあ普通にセブンイレブンにある商品をデリバリーしてもらうだけのアプリなんですけど、これが今めっちゃキャンペーンやってて、まずこの8月の21日までは配送料が無料のキャンペーンがやってるんですよ。本来なんか数百円かかるはずなんですけど、それが無料っていうね。まあでもそれは2000円以上買い物してる人じゃないと使えないんですよ。でもコンビニで2000円以上買い物したくないじゃないですか。安心してください。なんと初めての利用で2000円以上買い物したら1400円オフになるクーポンが使えるんです。1400円オフは熱くない？だから今なら配送料も無料だし、1400円オフで2000円以上の買い物できるんですよ。そりゃこんだけ買っちゃうよね。なんでちょっと今回は1400円オフのクーポンで何を買ってきたのかっていうのの紹介をしてみます。 Thank you。 じゃあ一個一個紹介していこうか。まずはこちらですね。はい、ティッシュペーパーです。いや結局これでしょ。絶対必要じゃんティッシュペーパーって。だからもう1400円オフだから、これタダでもらったようなもんですよ。しかもネピアの180組激アツですよ。はい、これは素晴らしいですよ。じゃあ次の袋ね。次ははい、こちらキュッキュッと。これも絶対必要ですから、買ってて損ないから。いや、ありがたいですね。さらに、はい、これ。ビオレの薬用泡ハンドソープ。詰め替えよう。いや、今、ちょうどハンドソープなくなってたんですよね。これはいいタイミングだって思って買っちゃいました。いや、いい買い物できてるよ。そして、はい、これ。ダイソーの流せるトイレクリーナー、厚手タイプ。これもちょうどなくなってたんですよ。こんなん絶対いるからね。はい、素晴らしい買い物です。はい、まあ、こういうのはここで終わりです。こっからは食べ物ですね。気になってた商品を買ってきました。はい、まずはこちら。レアチーズオムレット。これ、今週か先週かの新商品だよね。これちょっと気になってたんですよ。300円で、まあまあするんですけど、まあ、この機会にならいいかなっていう感じで、ちょっと買ってきました。そしてこちら、セブンプレミアムのチーズたっぷりトマトソースリゾット。これ冷凍食品の新商品なんですよ。うまそうじゃないこれ。これもちょっと気になったんで買ってきました。あ、ほんで優しいわ、保冷剤つけてくれてるわ、ちゃんとしてくれてる。はい、じゃあこれでラストですね。ラストはこれ僕が好きな商品なんですけど、はい、こちらわさび飯。これ今セブンで発売されてるおにぎりなんですけど、まあ、ほんとそのまんまわさびなんですよね。中にわさび入ってるの、これが好きなんですよね僕。なんかストレスや疲労感を緩和するとか、なんかごやごやごやって書いてあるんですけど、まあそんなことはいいんですよ。わさびの味が好き。でもこれわさびの辛味にご注意くださいって書いてる通りめっちゃ辛いんですよ。なんで辛いの苦手な人は絶対食べない方がいいと思うんですけど、いやこれ好きなんで買っちゃいますね。はい、まあこれで全部ですね。 1,2,3,4,5,6,7 合計7点。これで僕が払った金額はなんと660円です。いやこれは安いでしょ。いやもちろんセブンナウってデリバリーアプリだから、この商品自体の価格は高いんですよ。これ100均の商品だけど、元値が120円で販売されてたから、まあ 1.2 倍ぐらいになってんのかな。なんですけど、にしてもですよ、これ全部で660円は安いでしょ。だってもうこの辺の食べ物だけで660円ぐらいしない？こっち半分タダみたいなもんすよ。これはお得。マジみんな今狙い目。今回はそういう情報共有の動画でした。まあでもさすがにこれで終わるのはあれなんで、せっかくだからこのご飯類食べていきましょうか。じゃあまずはこれ、わさび飯。いやもともと僕わさび苦手だったんですけどね、いつの間にか食べれるようになったな。これが大人になるっていうことなんでしょうか。じゃあいただきます。辛くてうまい。これ見たらわかるかもしんないけど、ご飯自体にも味がついてんの。おかかが混ざっただしご飯みたいな感じ。これの真ん中にわさびが入ってるんだけど、わかるかな、これわさびの茎が入ってんの。だからパッと思い浮かぶような、あのチューブのすりおろしたわさびみたいな感じじゃないの。すりおろしたわさびとわさびの茎の和え物みたいなやつが入ってんの。これとご飯の相性が最高。もちろんめっちゃ辛いんだけどね、スーンとくるんだけど美味しいのよ。美味しい。これはほんと絶妙な辛みとうまさ。わさびの辛さいける人にはめっちゃおすすめです。はい、次、チーズたっぷりトマトソースリゾット。6分チンしてきます。食べてきました。絶対湯気出るからね。ほら全然出なかった。いやでもこれ見て、チーズの量すごくない？これはちょっと楽しみだね。見てこの容器の端っこのこれ、ここうまそう。じゃあもう熱いうちにいただきます。めちゃくちゃうめえ。もう商品名通りの味、トマトソースとチーズ、ほんとそればっかりのリゾット。これでいいんですよね。もうこれイタリアンファミレスに出てくるミラノ風ドリアの味だよ。外食してるぐらいうまい。ほんで申し訳程度にこのベーコンが乗ってんね。これがたまにスモーキーな肉の味をさせてめっちゃうまい。ほんで最初に言ってたけど、ここね、この容器の口のチーズのおこげ、ここがやっぱり美味しいよ。すっごい香ばしいチーズ味。この冷食は大当たりだな。まあでも味的に一番強いのはやっぱりチーズかな。チーズが大好きな人向け。さあラスト、レアチーズオムレットレモンカスタード入り。デザートですね。ほんで前インスタでアンケート取ってみたんだけど、意外とオムレットってみんな食べたことない人多いんだね。オムレットってうまいよ。クリームたっぷりだね。ちょっと割ってみようか。これがレモンカスタードか。ほんじゃ早速いただきます。めちゃくちゃうまい。まずちゃんとこのオムレットとしてこのスポンジケーキが美味しい。ふわふわの生地。ほんで味的に一番肝心のはレモンだね。レモン味がめっちゃ強いわ。けどじゃあレモンケーキみたいなのかっていうとそうでもなくて、レモンの次にこのレアチーズクリームの味がしてんの。だからまあチーズケーキっぽいかな。めっちゃレモン強めのチーズケーキのオムレット。酸味もあるけどしっかり甘い。このスポンジふかふかクリームふわふわで最高。まあチーズケーキ味のオムレットが食べたい人向け。いや、ごちそうさまでした。今回食べたやつ、どれも美味しかった。まあ、わさび飯に関しては、まあ、好きなもの買ってきたから当然なんだけど、この二つも美味しかったね。結構おすすめです。まあ、そんなこんなで、セブンナウ、お得なんで皆さんも気になった人はやってみてもいいんじゃないでしょうか。以上、田中里でした。参考にしてみてねー。